紀北町ふるさとの柿打ち園芸では、従業員らが唐辛子の大きさや色づき具合を確認し、余分な葉や傷ついた実を取り除いて運び出していました。観賞用の唐辛子は暑さに強く、花が少ないこの時期に鮮やかな色の変化を楽しむことができます。今年は気温が高い日が続き、天候に恵まれたことから色づきの良い唐辛子ができたということで、出荷は来月末まで続きます。